Hello from the industrial west of Germany. We're in the city of Gelsenkirchen. Derek Ray here on the commentary box, joined as always by Gaku Shibasaki, Takumi Minamino. This looks promising. Osako. Osako! And it is the opening goal of the contest. Well, it was always going to be a tight game, but now all of a sudden, one team ahead. Things have got to change on both sides. Back into this. I'm not sure what's going to happen next, Derek. They're showing a willingness to attack, as they must, given the circumstance. Big chance to get them on terms. Well, it's the late show, and they are level again. It's the 1 minute again. Left in normal time here. And now it is truly final. The match is over. はい、シャルケ04、試合終盤にデグズマンに同点弾を許すということで、1試合もうやってしまいました。我慢できずに、であれからまあ今フランクフルト戦見れば分かると思うんですけど、まあ、大迫勇也を取りました。はい、でこれで大迫と武藤を、まあ、ワントップでローテーションして使える感じになりましたね。あと加入したのは、そうだな、札幌の深井とかですね、ルヴァンカップの決勝で、最初コーナーキックかな、なんかヘディングで決めてて、あの試合は面白かったですね、ルヴァンカップの決勝は。で、その後のリーグ戦とかでもなんかヘディングで決めてたね、深井はね。あと、ちょっとボランチが足りなかったので、浦和の長澤と、あと、ポテンシャルも高かったので、鹿島の関川。あとゴールキーパーの大迫とかですね。まあ、あとの、まあ、このシャルケの、日本国籍ではない選手たちは、いずれね、全部売却していきます。はい。それ伊東純也取れるんじゃねって思って、伊東純也をちょっと取りに行こうかな。え？今、アストンビラって書いてなかったかな。伊藤もアストンビラに移籍して取れないじゃないか、これだとは。まあでも伊藤純也がアストンビラに行く未来が見たいね、俺は正直。アストンビラも結構やってるからね。この間のシティ戦は負けちゃってたかな、確か。でも前半はすごい良かったんだよ、アストンビラね。とまあちょっとまあちょっと関係ない話をしてしまいましたが、進めていきましょう。とりあえず、あ、待って、ちょっと忘れてた。あ、ゼルダルのビジャレアルか。すげえ金額できた。シャルケのこのスワット・ゼルダルも確かドイツの代表に確かリアル現実では呼ばれてたかな。まあ、ここは受けましょう。どうせ使えないんで、今回のこの実況では。で、俺がちょっとやりたかったのは、忘れてたのは、ユースですね。あ、もうやってた。ユースはもう探しに行ってました。この経験4、判断5のスカウトで、今、日本の、日本人のユース、フィジカルタイプの日本人選手を今、半年で探してもらってます。はい。予算は、結構ありますね。まだね。またこれでセルダルが売れれば、また資金は増えるんで。来シーズン行こうかな。本格的に補強ができるのは。ただこの戦力で、今10位でしょう。チャンピオンズリーグ圏内に行きたいんだよね。この動画の趣旨としては、ブンデスリーガの優勝とチャンピオンズリーガの優勝を目指していこうかなと思います。ベンタレブ。あ、ナポリ、ベンタレブいいんじゃない？なんかあってそうな気がするよ。まあ、関係ないんだけどね。こんな、今の戦力を、ベンタレブとか、がどこに行こうかなんて関係ないんだよ。日本人で、日本代表だからね、ぶっちゃけね。一試合やってみての感想は、シャルケにしたじゃん。
シャルケのユニフォームって青いじゃないですか。あの、日本代表をやってる感じなんだよね。シャルケのユニフォームで、なんか、この日本人縛りやってると。本当に。うん。だから、そこまで俺考えてなかったけど、なんか、良かったなと思って、シャルケにして。監督も内田だしね。渡辺くんとかも取れないかな。松岡大輝、上田綺世惜しかったよな。有馬孝太郎、なんか一回カップ戦で見たかな、リアルで。全然知らないけどね、ほとんど見たことがない俺は。ガンバ入口、あ、渡辺康太取れるね。松岡も取れそうだな。斎藤瑞希をね、どうするか悩んでるんだよね。あ、そう、あと橋本だ。橋本取ろっか。ね。橋本取ろう。じゃあ、橋本取るんだったら長澤いらなかったな。まあ、多少計画性がないけど、ね、シャルケお金があるんで、前回の、シントトロイデンと比べたら。多少無駄遣いしても大丈夫でしょ。橋本健とどうにかリアルフェイスにしてくんないかな。サブ要員、あ、そっか。ベンタレブとかがまだいる設定だからサブ要員でもいいよってことなんだね。いいですよ。スタメンだけどね、多分ね。もう。柴崎と橋本のツーボランチだよ。今の森保ジャパンもそうだよね、確かね。4年です。4年で。よしよしよし。OK。で、橋本健人獲得ですね。木田が取れないんだよね。まあ、前回のシントトロイゼンでも木田は確か結構使った記憶があるけど。あと、エストレマドゥーラの山口瑠衣。いくつだ？彼も東京五輪世代か。彼も取れるね。でも、広島の大迫とかいらねえかな。ファンウェルメスケルケンサイとかね、もう、前々回のトゥーロンの代表だったね、彼はね。確か。覚えてる。この名前に見覚えがある人は、もしかしたらあんまりいないのかもしれないけど。あと、菅沢が今 AZ にレンタル行ってるから、レンタル帰ったら菅沢も取りたい。あ、菅沢じゃねえ、菅原。うん。お題付きとかも取ってもいいかもな。あと、宮原か。そう、酒井宏樹と後藤が取れないんだよね。あと、室屋も重要な選手ってことで取れない。リアルフェイスなのにね。取れる時は来るんだろうか。で、中島も取りたいよね。なんか中島は全然ポルトで試合出れてないんだよね、現実。うん。なんか7試合連続ベンチとかいうニュース見てマジかって思った。よし、メンヘングラードバッハ戦か。売却が結構来たね。カールスとベンタルブ売却、セルダムの売却と、はい。やべ、背番号とか編集すればよかったな。さあ、
現実のブンデスリーガでは、現在首位のメンヘングラドバッハとの試合です。なんか士気が低いぞ上田と庄司、どうした。橋本健人どこ行った。いた。橋本健人スタメンでお願いします。長さごめんな、長さちょっとベンチだ、ちょっと今日は試合観戦しといてくれ。よし、じゃあスターティングメンバーは、こんな感じでいきます。はい、柴崎、橋本、南野ってこの中盤のセンターラインは現実のね、大迫とかね、現実の森保ジャパンと同じ感じになったね。あ、そうか、センターバックに吉田麻也って言ってもあるね。この試合終わったら吉田取りに行こっか。試合はどうしようかな、ちょっとたまには日本語でやってみよっか。あ、で、リーグ戦はワールドクラスで、チャンピオンズリーグは、レジェンドでやろうと思ってます。はい。まずは、チャンピオンズリーグ圏内を目指したいなと思ってるんで。今、大勢のサッカーファンが詰めかけています。フェルティンスアレーナへようこそ。取るか考えて。よっしゃ、やるぜ。まずは序盤。そう見て、ほら、もう日本代表みたいでしょ、これ。パッと見。まあ、今の、最新の新しい日本代表のユニフォームはみんながどう思ってるか知らないけど、あれ正面のね柄は好きなんだよね。ただ裏がさ、やべ、ちょっと画面が荒れた。背面がちょっとどうかなって思って。あ、ちょ、ごめん、真面目にやります、すいません。ちょっと口数が少なくなるかもしれないけど、本気出していきます。ちょ、そろそろ勝たなきゃやべえんだよな。うまく読んだインターセプト。ギャイチ、武蔵底、武蔵底、嘘だろお前、なんだそれ、今ボール浮かしたよね、トラップの時。いや、ちょっと待って、やばい。これはやばいって。ちょっとやり直していいですか？オウンゴールとなってしまいました。え、オウンゴールだったの？これ入れない方がいいな。冷静に考えて、すり勝てる。お、なんだそれ、どこに出てくるんだよ。正直、正直。よしよし、南野。南野匠。これは南野、何やってんだ。柴崎岳、何を狙うのか。邪魔、くそ、待ってくれ。何かしてきそうですが、ここから狙うのか。ほい、遠藤ペーター、キーパーがキャッチします。そう、キーパーゾマーだもんな。ボールが中央へ向かう。コーナーは手前でカットされました。クロスを上げたい。ギャイチ、ボールはファーポジション選手へ。やべー、危ねー。このヘディングは枠を捉えられません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。だからなんだって話なんだよ。よしよしよし、寄せが早い。大迫、大迫、来い。お、来た。何、今の何。公式発表がありました。いや、レオンバイリーがユベントス行ったとかどうでもいいんだよ、はい、今の何。オフサイドか。いい選手を獲得しました。今後の活躍に期待しましょう。シソコ、ギャイチ、さあどうする。やべえ、スペースへのボール、ポストに当たってゴール。だいぶ点差が開きました。あのね、ギャイチとかさ、ギャイチって今どこにいる。トルコじゃなかったっけこいつ。前半終了。なんかね、メンヘングラドバッハ強いんだよ。リードは大きく3点です。さすが現実のブンデスリーガで1位だけあるね。ちょけど、何やってんだ。狙いたい。このパスはカットされました。やべ、プレ
シュートコースは枠の外でした。ちょっと交代しよう。すまん、原口。ちょサイドバック入ってくれ。お前ならできる。ここで選手しょうがないだろ、人がいないんだよ。この選手、今日は見事な働きでした。アラサーのプレー。オスカ、絶妙なパス。これはチャンスだ。危ねえ、マジで。何もできないんだが。大迫トップの南の左、武藤入れて、サイドがいねえんだよな。ちょ、深い入ってくれ、もう。いや、無理があるな。深いサイドハーフか。出てきましたね。ボールを入れました。チャンスにはなりませんでした。競り勝てねえな。やっぱショートでつながる。やべえ。危ねえ。柴崎岳、フォワードに低い位置で渡します。ボールが来ません。来た。いや、入んねえのかい。いや、ゾマーがやべえんだよな、マジあいつ。パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。くっそ。パスを繰り返し、やべ、メンヘングラドバッハが強すぎる。助けてくれ。武蔵どうすればいいんだ。くそ。仕掛けて、あ、打たせんな。うまいパス。ゴールが決まった。すでに勝負は決まっていますが、とどめの一撃ですね。最後まで集中力を切らしませんね。オフマンか。ドルトムントでスタメン定着できなかったくせに、くそ。ここでタイムアップ。でもね、試合終了です。残るにしてもさ、04? 待って待って待って、見てくれ、これシャルケ04じゃんね。俺わざととか言うね。いや、面白いね。シャルケ04だけにさ、04で負けるっていうのはさ、やっぱまあ、動画的には美味しいかもね。うん、ネタとしてね。やべえ、内田が攻められる。武藤のデビュー戦について、試合監督の感想をお聞かせください。途中出場させば驚かされると思ってました。なぜ大迫出したじゃん。何言ってんのこいつ。あ、ゴールキーパーの大迫のことか。びっくりした。何だと思ったよ。慣れる時間が必要だと思う。うん。シャルケはついに敗れ、無敗記録なんてなかっただろう。何を言ってんのこのレポーターは。まあ、いつか必ず。ドイツにも変な記者はいるんだな。いや、ニューベル監督、正直に申し上げます。出場機会がないとキャリアに傷がついてます。そうするしかないんだ。士気が最低ところ、これ初めて見たわ。ウートがアヤックスに行ってらっしゃい。ああ、サイドハーフでダッシュが低いのはちょっときついな、正直。菅原。うん、菅原は取りたいけど、取れないんだよ、まだ。安西光輝取れるかな?ダメか。今年の夏だもんね、安西が加入したのね。酒井宏樹。移籍すんだよな、マジで。くそ、勝ちてえ、マジで。今日一試合だけで終わろうと思ってて、もう一試合やるわ。悔しいもんだって。
なんで次がバイエルンなんだよ。なんでバイエルンなんだ。あー、これはきつい。はい、このバイエルン戦に向けて新たなフォーメーションを作りました。これです。532でいきます。熱気が伝わるでしょうか。試合開始を前にスタジアムには多くのサポーターが詰めかけています。よし、絶対勝つわ。私西岡明彦、知ってます。絶対さ、ちょっとそれはやっちゃいけないことだから、やめてくれ、やめてくれ。パスを戻します。ミラーが怖い、ミラーが怖い。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。こちらがバイエルンミュンヘンの先発メンバーです。攻撃的な451ですね。長澤君、ワントップの長澤君、中川ポイントになります。おすごいステップ、ディフェンスをかわします。いや、惜しかったね今、大迫と。この試合は注目の一戦になりそうです。今回の移籍市場で新天地に移ったウィングバックの選手がピッチに立ちます。いいよ、入れば1点リード。いや、入ったと思ったよ。スコアは同点のままです。少し慌てていたようにも見えましたね。ちょっともったいないシュートでした。コランタントリッソ、トーマス・ミュラー、レオン・ゴレスカ、ディフェンダーがここはゴールに近い位置でファール。なんで俺十分に狙える距離です。意味がわからん。直接決めれば1点リードとなります。入んない、入んない、入んない。クロスバーだ。ペリシッチへ。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。ゴール前でのいいよ、ペリシッチとかインテルに帰ってくれ。 FC ハリウッドの異名は伊達ではありませんでした。なんだ FC ハリウッドって。格の違いを見せつけています。いい位置です。スコアは1対0。あー、やっぱ大迫と中川の2トップっていうのが無理があったかな。ペリシッチやりました。クリアすべきでしょう。コーナーキックになりました。追加点を。セットプレーも怖えんだよな。ゴール前に入れた。高さで負けてっからさ、多分。ここからどうするのか。コマン、やべえ。ゴレツカ、ゴールだ。おっと、これでバイエルミュンヘンが2点のリード。ゴレツカかよ。元シャルケだからって決めてくんだよ。原口元気。結局なんかご覧に松原なんだよね、いつも。何を狙うのか。おお、何かしてきそうですが。打てる。柴崎ガキ。いやー、弱えよシュートが。まだインプレーです。そうそう、交代したいんだけどさ、プレーが切れないんだよね。あ、切れた。まだ諦めるの早い。いや、もう南のもうウイングバックだな。これでいこう。うん、長いや、適当でお前。バイエルン戦はちょっと きついわ。うん。なんかすげえフリーで南野が駆け上がったぞ。ほら、南野がすげえ。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。ごめん、最初から南野この位置で使うべきだった。ファーストタッチだったかもしれませんね。最後はかなり近いところ。こいつ南野やっぱすげえわ。ここまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。顔が似てないけどな。原口元気。原口さんのチャンスが巡ってきた。バイエルンさ、ラインが高いからさ、裏取れてすごい楽な時がある。点に追いつけるか。来い。
うわー出たよ、もういいや。コースを読んでいたようですね。大事なコーナーです。これで追いつきたいでしょう。奇跡のヘディング、エリア内へ向かうか。無理だよな、クリアが小さい。でもなるんですね。なぜならまだチャンスだったろう。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。今日のゲームは、この中川のシュートが入ってれば。外しました。スコアは同点のままです。まあ、2連敗だけどさ、ちょっと相手が悪かったよ。いや頑張ったろ。カルチョルこんなもんじゃない。試合終盤に得点し引き分けまであと1点ってところでしょ。追いつけると思ったら、ね、勝っていてもおかしくないわ。ちょっと言い過ぎだな。いや相手の方が強かった。隠しはありません。ゲームプランド責任は俺にある。いや内田だったらそう言うだろうな。内田篤人だったらが監督になったらこう言うだろうなっていう感じにインタビューは答えてきます。はい、じゃあまあ2連敗ですが、まあ今日の動画はここまでにしておきます。まだ移籍期間があるので、まあこの選手は取れるんじゃないっていうのがあったら、またあのコメントしていただければ嬉しいです。まあパート1でね、誰もコメントがなかったっていうのはちょっと寂しかったけども、まあはい、じゃあまた次回、また次いつあげるかわかんないけど、はい、ご視聴ありがとうございました。